服による対応が可能になりますね。2つ目は、要はここに立つことによって、いわゆる殴り合いの世界に入っちゃうので、もうこうなると潰し合いになりますよ。それご真実ではありえないんでですね、1人相手に相当な時間かけなきゃいけない。これはもう実際ありえないので、そういう戦いを やめることですよね。で、3つ目が、ここで大切ですね、今からやる訓練です。線を取るという訓練。線を取ることができるわけですね。相手が入ってきたときに、これは入りますね。線を取ることができますのでね、スッと入るんですね。これを、線を取ることが可能なために、こういうふうに前を取ってると思ってくださいね。1歩、2歩歩かせますね。歩かせることで、その上、枕を押さえ、技術的な戦いをするということですよね。それができれば、理論上は何人相手でも戦いになりますね。それにそれを染み込ませるんです。もう一つは、相手来たときに、やはりここで困って動けないことですね。もうこれだけここで叩いてると全く同じ状態になるんで、これはもうやらないと。中に入るんですね。いきましょう。お、バッですね。はい。バシンときました。バッですね。こういう線を取る動きですね。こう入るときも、こうなったらダメなんでしょ。こうやったらこうカチャってますから、実際は。バーって潰れてないね。はい。こうやったらカチャってますからね。これ全然入る。だから相手が動いた瞬間ですよね。はい、これだ。こうです。こうです。バーン。入った瞬間、すごい衝撃入りますね。大きく崩れます。それは体勢だけじゃなくて、精神的に大きく崩れますので、それを狙ってますからね。スッと入ること。もう一回いきます。入った時に、ふわっと、ね、はい。こういうのを徹底的に訓練します。中に入ること、受けないこと、下がらないこと、実戦で下がらない、止まってたらもうアウトです。絶対負けだと思ってくださいね。スッと入る。これ今からちょっと訓練しますよね。これでいきましたよ。ここ足残ってますね。これ前に出てないんですよ。これはね、前に出てないですからね。ですが、こうやった瞬間、この重さが残っちゃってるので、全体重使えてないんですね。もうで、一回ロールしている状態で全然前に出てない。いいですか？エネルギー、人間エネルギーだと思ってください。エネルギーの塊なんですよ。このエネルギーをいかにこう、有効に使えるかなんですね。僕60代で4キロぐらいです、重さ的には。64キロの重さっていうと、格闘技の世界ですごく軽い軽量です。ところがこれ 100% 使えたら、すごい武器になるんですね。これうわーん、ここですね。うわーん。あ、いや、当たっていいです。ギリギリなんです。はい、そうそうそう。はい、さあ、こんな感じですね。もうしっかり前足の、後ろ足をついていきます。ざーっとね。はい。もう一つ、こういうのもありますね。ふっ。わかります？もう一回。ふっ。怒りが、ほとんどの怒りがありますね。もう一回ました、はい。ブワッと。はい。ブワッと。怒りがダメです。はい。まあ、無造作ながらですね。ふーっと、スタートがいつ始まったか分かんない状態です。怒りがあったら、相手読めますよね。よいしょっていう、こういう世界。あともう一個は、よいしょ。自分があ、ここだと思って入ったところが、よいしょをした瞬間、遅れてるんです。スーッと入りますね。これは自分の体重が常に重力を受けてますよね。ということは、こうすれば絶対こう流れるわけです。体重が。こうだからこうすれば流れるわけです。せっかくなんで、その重力を利用しましょうね。スーッとこう落ちる力を使って、わっと前に行けなくていい。このタイミングで、はい、わーっと入ります。こんな感じで。はいどっちと入りますね。関係ないですね。はい。わーんとね。あ、ごめんなさいね。大丈夫ですか？はい。はい、いいですね。はい、どうぞ。わーんとこうです。関係ないですね。じゃあ、いいですか？何ですかね。この拳は、まあ、いつも言ってますけど、譲らないと、それは固めて打つんじゃないですよ。緩めなんじゃなくてね。緩めた状態の方が強いんです。はい、行きましょう。強い方が状態ほら強いんですよ。だから崩れるんですね、相手が。これが本当の突きの剣なんですよ。これがさ、ここだね。こう、反対に勝っちゃうね。はい。エネルギーが止まらないんですよ。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？要はここでこう入って、これまた止まったらダメですよね。エネルギーを生かしてればいいんです。常にこうずーっとバーン、止まらないから。最後まで持っていけるんですよね。そういう形で、こう、このタイミングでちょっと入る。入ったらそのまま止まらずに、最後まで、対応打つまで移行していく。コントロールして、当てつもりでいく。全然力入れない方がいいんですね。ゆるるっと入いう感じで、どちらでも入れる方がいいです。はい。で、力入れないですよね。はい。ぐるっとだと取れる。ゆるっと入るから取れるんですね。ずるっという感じですね。だから力んだらダメなんですよ。はい、向かいましょう。はい。これすごい。ずるっとあるから取れるんですね。ちょっとその中で難しいかもしれないですけども、おこりもなくしても力抜いてずっとやってるというか、こっちの方が意外と取れます。こうなりましたね。それがまあ腹筋になっちゃうと中入っちゃうわけですよ。まあそれそれで中入ったら今度は、まあ、ヘッドコントロール持っていく方と、はい、ヘッドコントロールですね。ヘッドコントロールですからね。でもいいし、ベースの崩しがありますね。はい、あなたこうほらこれで崩してから投げたりやってます。投げ食べちゃったんで、もうすぐ終わっちゃったんですけど、はい、バーッと入れたら、こう、バッ、こうだ、こうですね。だからまあ、中に入ったら入ったで、全然構わずに動けばいいんですよね。だからこれが、要は、こうやって、あ、これだ、なんか剣だった瞬間、エネルギーが止まっちゃうんですよ。もったいないで動いてください。動いてくださいに、こういう感じで、動きがスッと。顔を寄せに出たものです。まあ、それだけつかめないですね。ちょっと試しにやってみてください。これ、すごいシンプル。わかります。はい、もう一回。はい。これで取れるんですか。これ。こう。そうするとね、自分から決めれるんです。ほら、自分から攻めて点取れるんです。はい。ほら、こんな感じで。こういう動きって、こういう動き。ジグザグに動いてるんです。で、自分は例えば、左前だと左前でこう動いてる。で、この足が、この体さばきと同じ状態なんですけど、お尻をキュッと締めた時の感じで緊張。両足は常に磁石のように引き付け合ってる状態が作る。で、あと引き身をかけてるんですよね。それでこう動いてるからどっちも効いてる状態なんで、こっちからこっちも出れるし、こっからこっちも出れるんです。